さあ始まってますが、えバンバン、エリちゃん対カツオシ、レディーゴー、アドバンスより大ベニマル、おお昇竜取ってる、しかし端っこは厳しいですが、青い丸で返してからの攻め、おおきっちりハマってるけど、けどおっとっとっと、ここが様子見て、さあベニマルちょっとリングされて苦しいですけど、おまた端どうするの、フライングドリル、しかし返しての返してから、あー漏れちゃった、あれしかし安い、安すぎて、さらにあっと、お大事、お何何何、あーっとあーがーやっぱりより、さあかなりリードしての地方は草薙京、ああこれ入っちゃうと痛いですけど、あコンボもしっかり、お攻めは禁止で回避、あーしかしこうなるといい、あもつれて、あ打ち切る強気、あーっとここは、ああとりあえずワンコンボ打撃で返して、あこの位置きついですけど、けどあ何それ何それ、変なの見えたけど、あー見えない、全然巡り見えない、よりが持っていっちゃってる、さあより最終どうするんですか、あれ何にも入らないけど、さあよりがまだ走って、あ強気に強勝利、あこっちも強勝利、あさすがになんとか大将が食い止めて、地方はちょいアドバンスとちょい最終ちょい、どうなんでしょうかこれ、お最終はなかなかいい動き、ジャンプ打ってますね、あーうまいコンボ、さあこっからの、あ浮き入れかくらん、あーっと、うわ鬱陶しい、ちょいなんか漏れた、なんか漏れたけどフォローがしっかり、あきっちり削り切ってカツオ選手の勝利、レイちゃんはあまたちょいクリス表ユリ、イコシュ選手裏や白京、イオリ、先方はクリス対表京、さあなんとなく今日有利と聞きますけども、とりあえずレイジ溜めて、カツオ選手いきなりの発動コンボ、しっかりそこからのお手も見えない、これは苦しいが、お強にぶっ放す、あ終始フリースペースでしたね、さあ相当リードしての時報はイオリ、イオリ対クリス、お勝利きっちり見て、おっとコンボはミスった、こっちもミスってグダったけど、あー出し切った、結局グダったまんま、さあここから青いバナ、おっとダッシュ投げ通って、さっきからクリスが強気です、さっきからあスタンキー投げ入って、おっカットで隙を消す、しかしやっぱりクリス強いですね、これあーっとおここからあーっと気づかず行ったんですけど、クリスがじりじり、さあイオリ困ってますけども、さあ時間もないが、ここでどうするか、ここからあーっとスタンプが当たってしまい、あー
っと硬い、硬すぎる。あっとクリスが地方を倒してしまいたいしょ、裏社。さあまだまだあると思いますが、とりあえず溜めて、おっと、いいコンボ入って、まだ死なない。うわー、鬱陶しい体力からのコンボはミスる。死ぬと思った、ダメージアップして死ぬと思ったんですけども死ななかった。そして表ゆる対裏社、これはどうなるんでしょうか。さあゆるがゲージ溜める、裏社を攻めに行くか、もっと素手投げ取って、おっとまた投げ取ってしまい、さあユリがもう画面端どう、おっと、おっまたいいコンボ、さらに画面端変わって、おっぶっ放して、あーっとこれ入らない。そして奥の目、あーっとめぐっ、おおさあ大事に回して、なんとなく、おっおっいい絵が撮れましたね、これ。さあ、鬱陶しい体力残ってるけど、あーっと当たってしまった。あー最後はジャンプ D で表入りの勝利、レイちゃんの勝利です。